はい、妖怪三国志で、まあ、新しいニューがありますね。闇マロ各参戦。おお、闇マロ各。3月1日までだね。いや、なんで闇マロがボスやねんって感じだけど。確かに。サボりだ。結構また使えるな、サボりだから。おお。攻略のコツは光オロチをゲットして闇キュービ順位。なるほど。なるほど。光オロチと闇キュービ。あと、ひこもりの、あ、ひこもり素樹、とじこもり。消した？うん、氷が苦手。あ、じゃあこいつら2体って。なるほど、報酬がまたありますと。で、ガシャが、なるほど。光オロチと闇キュービか。おお、強い。あ、これオロチ周囲だけど、光オロチも周囲なんだね。キュービは準育だから、光オロチは闇キュービ準育だ。光オロチはこいつは敵全体ダメージ&揚力ダウン。お、やっぱり準育だ。準育は単体ダメージの全能力ダウン。すげー、ヒットポイント高いな。うんうん、HP 高い。ガシャが変わった。おお。なんかアップしてるけど全然 0.563 って1% ないのかよ。赤鬼だ。あ、なんかね、トドロキ獅子とか赤鬼は前から出てるかな。うん、あとはセバスチャン、あ、セバスチャンもいたんだ。あれが欲しいんだよな。誰？保留だよ。保留か。まだクリアしてないからね。確かにね。早く統一したいんだけど。でもどうなんだ。あと群馬新ガシャトータクが入ってた。トータクだ。トータクは HP0、 土属性、土属性大ダメージか。 HP0 って戦わないもんね。おお。これね、あんまり引いたことない。このね、孫権が使ってる、混乱させる。混乱か、すごいな。ということで、闇丸さん出るかな。追加された新妖怪。お。光オロチ、闇キュービ、闇丸。あとトータク。トータクだ。あとトドロキ獅子、セバスチャン、楽天堂、思い出すとシャレコ。なるほど。で、国取り。国取りじゃねえ。ああ、出た出た。闇マロがいる。おお。やりましたね。さすが天才軍師ウィスパー孔明。自分で言うなよ。いつも通り後ろに。でもね、今のね、うちのチーム一番強いのウィスパー孔明。確かに。天才天才うるさいにゃん。こんなのが本当に天下一の軍師にゃん。確かに。歴史が物語ってますから。ウィスパー神戸よりもすごい軍師がいるはずにゃん。あ、あ、キュービ。天才軍師ならば義職。つらー。五。ああ、そういうことか。はあ。また選ばなきゃいけないか。真の天下一の軍師を決める。ふえにゃんだ。これまた選ぶの。ずら。人気投票。心をつかむ人気も必要。人気投票。ウィスパー人気あんの？ないと思う。ないでしょう。人気投票の上位3体こちら。ずら。キュービ純育。うんうん。オロチ周囲。なぜか闇マロ書く。はぁ、あ、本当だ。サンキューじゃ。頭でっかちじいさん。この闇マロの方がなんかぬらりひょんみたいな顔してるからね。そうかな。いや、鬼太郎のぬらりひょんこんな顔してる。
いいですよ。天才軍師の名にかけて受けて立ちますよ。弱そうじゃない。戦って天下一の軍師を決める。本気を出すしかないね。光おろち周遊闇キュービ中行く。にゃにゃ変身した。私の漆黒の力、貴様に味合わせてやろう。怖え。天下一の軍師は俺だ。この熱い心受け止めてくれよ。かっこいい。みんなまとめてひねりつぶしてくれば。ひどいな。ちゃんとボス情報を確認して編成をしっかり組むんじゃないか。何とんだ。アドバイスしてくれた。うん。ボス情報なんかあるの？わからない。情報。何？氷。闇マロ。あれ？どこだどこだ？戦えない。一応お知らせ聞こうか。お知らせ。闇マロはボスは最大3回まで仲間になる。バトルの難易度が高いほどアップで仲間になる。最大3回か。ボス攻略のコツ、さっきと一緒だよ。光オロチと闇キュービーがダメージ。雷が苦手。雷が苦手なの。じゃあいいじゃん、闇エンマでいいじゃん。はっ。確かに闇エンマ雷だね。あ、やべえ、緑の落ちた。これ戦えるのかな。戦える。うわ、めっちゃいる。3万は強すぎでしょ。1万2千からやってみるか。うすら影チームか。あれ、閉じこもりがいない。さ、うすら影かクリッチ入れるか。え、どっちが。ゲットにはならなかった。確かに。闇エンマみたいにはいかないな。これで1万6000いってみるか。ちょっとだいぶ強い。ちょっとどこかだいぶ強い。なるほどね。氷に弱いって言ってたからこれでいいと思う。あ、吹雪姫氷か。これはいけないかな。邪魔だ。ハボリを打つ前に。おっと。ユイス。ヤミマロゲット。オッケー。邪魔だ。入る。入る。は。アジト。あ、でもやめ。おっと。あ、やめ。はい、入る。やめちゃった。回復するまでやめた。それ。1万6000は倒せるね。すげえ。1万も残ってる。カッタズラ。雷。闇エンマが役立つ。ポヨヨンって出てこない。あ、しまった。闇丸のミッション。おお。今
今間違えてゲットしちゃったけど、うん、5回勝利すると体力で、なんかドッグとか、うん、闇キュービー光を、あ、こんなもんか。あとミッションが3、4、5、6。闇が我らを引き合わせた。やったー、闇マロ核ゲットですね。闇マロ核。あと2回仲間にできる。だいたい星4つぐらいでやって10回はやったか。10回はやったな。20、あ、10回目でゲットできたな。難易度は難易度4でゲットだね。おはは、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 敵全体をサボらせる。強いな、これは。これは使っていきたいな。おはは、はい、ということで闇マロをゲットでした。